阪神岡田監督、試合後のコメント3日連続なし。しかしなんでドンコメないんや、記者に切れてんのか。ドンコメないのは森下を外した理由聞かれるんが面倒くさいからや。テルの打順も聞かれるの分かってるしな、何度も突っ込まれんのが面倒くさくなったんやろ。岡田のコメントがなくて寂しい。前川は監督が悪いんだから監督がコメントを出すべき。チャンスで代打も出さなかった。想定外やってコメントした日が最後やし、この日のドンコメで気に入らんようなこと記者が書いたんかな。岡田がコメントしないせいで平田や馬場が仕事させられてる。結局神宮3連戦でドンコメ出しやったな。その分記事が少ない W。 ドンコメなんでないん。神宮やから帰りにドン捕まえられるやろ。ドンコメジャンキーになってるからないと物足りんわ。岡田が森下外したんは昨日の8回の満塁の場面での2ボールから低めのクソボール打ってのショートゴロにムカついたからやろ。見送ってたら3ボールやったから。それはありそう。ドンコメがもしあったら森下外したらあかんの？なんでかもな。なんで岡田ここまでコメント拒否してんの？いやいや、突入や。言うてもエンターテイメントなんだからコメント拒否はあかんわ。上でも言ってるけどアメリカならバツかね。最悪ベンチ入り停止もあるで。で、岡田監督がまた取材拒否してるっぽいけど、今度はどこの記者が何やらかしたの？ノイジー先発したらあかんの？の記事行こう。試合後のインタビュー受けてないよね。記者が怒らせて機嫌悪くなった行こう。おいおい怒らせるなよ。岡田監督の談話今日もなしですか？そもそも昨日一昨日なんでなかったんでしょう？それよりも岡田監督の一問一答ないの？さすがに3戦目の負け方でも取材拒否なら相当やばいよ。岡田監督の考えが本当にわからない。平田ヘッドのコメントがあるから少し安心やし、切り替えて練習させると言ってるんやから良いけどさ、岡田監督は何をお考えになられてるのかわからん。神宮で何が？記者また何かやらかした？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。